いつもナックファイブで番組を持つニャンニャンチャンネルのモコ大佐と大宮東の彼、聞いてくれてますか、キャベ太郎で。はい、ということでね、急になんか急に大宮東が出てきたんでちょっとあれですけどまあお送りいたしますので、週刊ニャンニャンでございます。このコンテンツは1週間のサッカーに関わる話題をさまざまな角度からポンコツ2人で切り込んでいこうというコーナーで、毎週火曜日、熟時更新を目標にしてやっております。ということで、何急に、いや大宮東、いやない、俺フットサル行ったのよ、先週ね、で、それで喫煙所でタバコ吸ってたら、なんかお疲れ様です、暑いっすねって話されて、話して、っていうか、そもそも、まあ、なんかライターを持ってなくて、で、俺、グローだから、ライター使わないじゃん。なのに、俺が気使わせて、はたのに、お前ライター持ってんだろ、貸してあげなよって言って、強制的に貸させて、そっから仲良くなって、そしたらなんか、大宮東出身なんですって言って、で、当時から強かったっすかって話されて。確かにまあ強かったよなと思って。確かなんかプロ行った人とか結構俺らの前後にいるよね。大宮東だった、いる、ね、でもちょっとね、南と東でどっちだっけってなっちゃうんだよね、俺。なんか俺のイメージは東の方が強いイメージ、でもなんかそんな話してさ、で、敬語で話してるじゃん、で、次は疲れましたねって試合終わったとだったからさ、話してたらさ、なんかで、なんか年齢の話になって、聞いたら二十歳とか言ってて、いや二十歳でって思っていやもうダメですわみたいな感じで話してて、いや二十歳ってって思って、いやちょっとふと思ったんだけど、なんか俺の、いやなんかちょっと年齢近いように見えたのよ。だからすなわち俺が、俺自身は俺が思ってる以上にどん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 老けてってんだなと思って、その見た目の彼の見た目と同じぐらいのイメージなのに、もう年齢がもう15以上離れてるわけよ。結構まずやばいよね、そこがね。やばいね。やばいよね。うん。なんかまあ二十歳ですみたいな話してて、で、なんか YouTube やってるんですよとか言って、まあ、浦和レッズ好きなんですかって話されて、俺、西川のユニフォーム着てって、サッカーやってたから、フットサルやってたから、で、浦和レッズ好きなんですかって言ったら、もうすかさず、YouTube やってるんですよって言ったら、へーって言って、にゃんにゃんチャンネル調べてくださいって言って、そしたらすぐ登録してくれて。おめでとうっていうか、あの、なんか増えてるなと思ったのよ。それか。いや、そう、それで登録してくれて、まあ、すぐ解除されないように頑張らないといけないなと。そうだね。だからちょっとあ、若い子をね、取り入れたということで、若い子にも響くようなね、お話をね、していきたいんですけど、なかなかね、おじさんたちは難しいかもしれません。なかなかね、はい、なかなか一番良かったのは、怪我なかったこと、これ。怪我がなかったのが一番、もう大勝利。で、でも優勝です。びっくりしたのがさ、俺、サッカーとかやると、結構久しぶりにやると、昔は腹筋が筋肉痛になってたのよ。ボール蹴るときさ、やっぱ腹筋使うじゃん。体幹使うじゃん。そこが全然筋肉痛になってないの。もうどんだけ棒立ちだったかってね。てか、筋肉痛きてる？大丈夫？きてる。あのね、ふくらはぎとももはきてる。だけど、もうゴールキーパーやってて中腰になるのも、もうなんか疲れるぐらい疲労が。だからゴールキーパーやりながら俺膝に手ついてたもんね。やべえ、いいベンチから怒られるやつ。俺が一番安いんだ。ね、それ昔のね、高校、昔の高校サッカーね。はい、ということでね、まあ、新たな出会いに感謝ということでね、皆さん、初めましての方もね、もしかしたら いらっしゃるかと思いますので、ぜひぜひ、チャンネル登録のお願いいたします。はい、ということで、もう、お便り募集ですね。皆様が主役です。まあね、このラジオではスタミナコメントと称して皆様のね、コメントを、紹介させていただいております。で、毎週お題を出させていただいてますが、まあ、今週はですね、VAR、チャレンジ制導入するとどう思う？っていう、イエスオアノーですね、これは、シンプルに。で、コラボグッズ再販希望はっていうのは、ですね、最近ミニ四駆がね、コラボグッズとして発売されたんですけど、確か800台だか900台だかで、秒殺だったみたいで、だからちょっと、そのあたり、再販希望のグッズあるっていう、ギターとかさ、
バカ高かったギターとかさ、そうそう、やっぱコラボグッズってさ上がるよね。やっぱあの、うん、僕らが弱いのは僕らだけじゃないな、コラボ、うん、限定、限定これだよね。まあね、限定はちょっと惹かれるよね。俺も一瞬ミニ四駆をって思ったけど、さすがに結構値段高くなかった？2500円とか、そうね、そんなぐらいしたからさ1台、うん、いや俺400円のイメージだからちょっと手出なかったわ。でもさ、俺らの知ってるミニ四駆じゃないんだよねこれ。あ、そう、何が言いたいかというと、うちらより前の世代のミニ四駆じゃないこれ。あ、じゃあ結構上狙いってこと、うん、そのレッツアンドゴーじゃないってこと。そうだね、うん、あ、いや懐かしいけどね、うん、レッツ、そうそうそう、ミニ四駆に並走して走っていくっていうやつね。ね、壁走りもできると思ってました。、うん、マグナム取るねードってやつでしょ。そう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 、ぶっ壊れちゃうね。はい、ということで、あのね、そちらで募集かけさせていただきます。チャレンジ性はね、いろいろな意見あると思うんですよね、うん、正直。あのバスケット、うん、何そういう議論があるの、うん、そもそも。ね、2年前ぐらいにセリエAから要望が出てたり、うん、結構あるんだけど、はいはい、でも今なおまだ導入されてないのは、やっぱりその審判、うん、さんでどうなんだろうね、どこで手をこまねいてるのかよくわからないんだけど、うん、うん、今は実現してないからどう思うっていうのと、ただ、ただね、あのバスケットのチャレンジ性とか見てると、うん、最終的に、うん、そのやっぱ回数があるから、うん、あの使い切っちゃって、うん、試合終盤に、うん、あのすげえ言ってテクニカルもらっちゃったり、うん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 、っていうのこのバスケワールドカップみたいな、うん、聞いてる、イランの監督、うん、そんなのがあったんだ、うん、そう、へ、いやもう試合終盤で何点差だろうね、同点だったかな、うん、でなんかチャレンジもう権利ないのに、ビデオ判定を要求して、はいはいはい、しつこく要求して、なんか吐き捨てた言葉がテクニカルになって、はいはいはい、フリースロー3本になって、うん、2点差つけられて、もう逆転が残り数秒っていうかコンマ何秒だったかな、でもう逆転できなくなったっていう、まあ、愚かな行為だったんだけど、そりゃひどいね、うん、結構監督が一番ゲームを壊してしまったってことか。まあ、まあ2点差になるか1点差になるか、まあでもバスケにおいてこれはでかいからね、うん、スリーじゃないと追いつかないとかさ。これじゃあサッカーでもさ、そうそうそう、 VAR、うん、チャレンジ制になったとしたら、うん、基本的には VAR は使わないってことになるの、うん、いや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 、でもね、バスケットも審判が、うん、自主的に見ることがあるから、うん、だから運用としてはバスケットに近いんだと思うんだけど、実現するとしたら VAR は VAR で確認するけど、うんうん、それに VAR に当てはまらないっていう今週の試合だったりとか、うん、ああいう、ね、ああいう、まあ、これからお話しますよ皆さん、たっぷりね、うん、皆さんこれからお話をたっぷりすると思うけど、うん、そういうシーンにおいて VAR を要求できるか、できるようにするってことか。お、なるほど、ね、でもどうだろうね、それやられたらどうなったかなっていうね、はい、ということで、はい、お願いしますということで、はい、今週のコンテンツは、うん、京都戦の振り返り、あとはスタミナコメント、うん、裏ゆかりの自慢のしないエピソードを教えて、で3つ目に、俺たちの待合対談の噂ちょっと待合っていうね、話です。であとは、クラブ拡大のチャンスということで、これは株式のね、話です。うんうん、でそれにつながってホリエモンの主張ということで、うん、お送りしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はいはい、ついてってください、はい、まあ、経済僕疎いんですけど頑張ります、はい、頑張ろう。皆さんもね、我々に教えていただけるとね、なおいいですね。確かにね、はい、うん、そうでもね、経済とかね、もう物価が高くなったとか低くなったとかそういうレベルだからね僕ら。てか何ならモッコに至ってはさ、うん、物価が高くなったことにすら気がついていねえっていうね。世間から遠く離れてしまっている。そうそう、なんか自分が貧乏になってるんじゃないかって気はしてるんだけど。あ、なるほどなるほど、うん、そうそうそう、はい、ということでね、100% スラーということで、競争戦の振り返りです、はい、リーグでは終盤に追いつかれ前節新潟と引き分けも、代表ウィークはガンバに完全勝利し、ルヴァンカップはベスト4に進出、うん、代表ではトルコ戦でついに敦貴が、ゴールをするというね、
良い1週間を過ごした浦和界隈、うん、今節はリーグを再開して張監督率いる会の京都と対戦いたしました、うん、序盤はボールを保持する京都とカウンターを狙う浦和の構図、23分に中盤で京都のパスをカットして岩尾がディフェンスラインの背後に飛び出した関根、浮き玉のボールを供給、抜け出した関根はクソイユンと交錯しシュートは枠の外、はいこれ1回目、はい、で決定機を逃した浦和だったが前半アディショナルタイムにもビッグチャンスが訪れる、ピッチ中央で味方のクリアを回収したホセカンテがボールをキープしながら味方の攻め上がりを待つと、自陣ペナルティエリアからモゼと駆け上がってきた関根にパスを送り再びディフェンスラインの背後を取る。ただ、ここクソイユンとの1対1をね、かわそうとしましたが、うん、まあ、ちょっと大きくなってしまいまして、うん、相手に、取られてしまって得点にならず、うん、で積極的にゴールを狙った浦和なんですが、後半から、このね日本代表の、うん、ね、伊藤敦樹選手を投入、うん、もうでもすごいやっぱ違うよね、うん、後半から日本代表投入ってかっこいいね、うん、そうで攻勢を強める中61分に安井が左サイドの浅い位置からクロス入れるとボックス内で鑑定が胸トラップで抑えめゴールキーパーと1対1になりますが、うん、シュートは勢いなく防がれる、うん、その後76分が右サイドからくるのはマイナスのクロスにリンセンがダイレクトで合わせるが、遥か彼方、うん、結局試合は0対0で終了し両者勝ち点1を分け合いましたということで、うん、あのねこのまああえて言い触れなかったけどこの後半のね最後の方にねリンセンがねねそれだよ裏の意見でしたね、うん、そうなんかちょっとラグビーワールドカップ見てたんだと思うんだよね確かに違ったんだと思う、うんうん、ラグビーだったらいいノックオン差があの誘導できるいいタックルだったかもしれない、ね、そう、うん、っていうね話ですといったところでまあねあのスタッツを見ると、浦和は15本のシュートを放って枠内シュート6本、京都は6に枠内1ということで、うん、最終的にはボール保持率も浦和は 58% を超えてうん、まあこれを勝てないっていうのはかなり辛いっていう感じかな。うん、うん、はい。で、順位表はもうここやんなよけど、俺もうこのビジュアルやだ。何がやだって当ててやろうか。うん。ああ鹿島が上なんだよな。そうだね。しかもなんかさ、なんかさ、この奇跡の優勝みたいなのに岩政さんがいて、でその経験がどうみたいな、なんかさ、その。どうだよ、その時浦和は横浜 FC に負けましたよ。あ、その、はい、あの時プレーしてたのか、そう岩政さんは。そう、なんか饒舌に語っちゃってさ、まあこの後でも鹿島と浦和直接やるからさ。あるよね。まあそういうことだよ、まあねうんうん。鹿島も残ってるし、神戸とも残ってるよね。そうそうそう。うん、でも本当ね、ここのね、勝ち点稼げなかったの超痛いよね、上杉太郎。ここ3取ってたら全然変わってたのにっていうのが、まあ、まあ仕方ねえけどさ、言っても。ね、おそらく8位福岡なんですけど、うん、実質多分7位広島あたりまでがギリギリなのかなっていう感じかな。広島も勝ち点44か。そうそうそう。まあそれでも全然いけるもんね。だからもうこれもうぐちゃぐちゃよ。日曜の試合が終わった、うんでた結果ね、うん、44か。そうそうそう。同じ試合数消化で試合消化数で消化試合数で。うん。だからこれもう一勝で大きく変わるぞこの3位から7位は。いやなんかもう先週からそうなるのかなと思ってたら、うん、全部足踏みしたね。うん、そうなのよ。うん、いやーもうこれは許せない。うん認められない。ということでね、はい、まずね一つ目、はい、関根、はい、切れてます、うん、はい、切れてる関根、なん、うん、怒ってるってこと？いやいや、あの最近関根はあんま怒んないよね大人になっちゃったよね。あ、はい、ということでね、観点のね巧みなプレーパスもあり2度の裏抜けに成功する、もう一度は不運な判定、一度は切り返し失敗でチャンスこそ逃しましたが、観点のシュートコースを作るプレーなど、ハイライトに取り上げられるようなプレーをね連発していました関根選手、うん、でパスの成功率はね、あの 70% に到達しないっていうところで、まあ、低かったんですが、まあ、アタッキングサードのプレー比率は 55% ということでチームトップで、攻撃に存在感を発揮しておりました。それはグッド、はい、ということで、まあその
ね、そう、他にはね、岩尾選手もなかなかの出来で、パス本数はまあチームトップ、まあ、これは通常営業だとは思うんですよ。そうね、でこれ自体はあのポジションから特筆すべきものではないと思うんですが、うん、あのまあ、今節は記録した59本のパスのうち27本が前方パス。で、まあ、直接ね、ゴールに直結するようなパスも供給していたということで、うん、まあ、相手のね、まあ、この試合ね、あの京都の、あの裏をよく裏はついてたよね、何度もね、うんうんうん、得点なんなかったけど、そう、ね、でアピアタリア君がねなかなか苦戦してたし、久志君、久志君ね結構なんか身体能力とかさ、あの、うん、ボディの方がさ、うん、気になってさ、うん、あれだけどちょっとあれだよね、そのプレーがなんつんだろうね、雑になるというか、うん、大雑把で、わかるわかる、いいプレイヤーだと思うんだけど、うん、すごい期待されてる中でなかなか伸び悩んでる選手だよね、そう、うん、そうということで、まあ、あの関根も良かったし岩尾も良かった、でも関根選手はちょっとシュートがっていうね、なんかシュートがじゃないな、うん、1点目は無理、でもさ俺思ったのあの1点目のさ、うん、1点目じゃない、あの、うん、1回目のねゴールキーパーの方にね、うん、あのボディタックルを受けたあのプレー、うんうん、素晴らしかったよ関根、あれ裏抜けだってあんなにねボディアタック受けても、うん、ボールから目線切んないで、うん、最後の追いかけてシュート打ったからね、まあ、ただねそれをやるとねカードも出ないしファウルももらえないんだけど、あの J リーグふざけんなよそうそう、だけどあれなんかやっぱ執念だなと思って、うん、でもなんかこれ繰り返していけばいけるなと思った、うん、いや俺でも意外だったのなんか同時視聴生配信やってみてて、うん、なんか、うん、あんまり関根がそんなにいいように見えなかったんだよね、でもこうやって数字を言われると、うん、あなんか確かにっていう感じがしてきた、うん、でまあそのパスの成功率が低かったっていうのはすごくあの印象として悪く映ると思う、まずだから良くも悪くもなんだと思うんだよね、正直言うと。これをだから前線の選手がトライして失敗してるっていうふうにポジティブに捉えるのか、うん、まあ単純にミスなのかっていうところだよね、うんうん、そうそう、であとはただやっぱ連動が上がってるよね、だからカンテとの相性がいいのか、やっぱその追い越す動きもできてるし、うん、カンテは時間作ってパス供給できるし、うん、なんならカンテにシュート打たせることもできるから、うん、やっぱこの2人の連携はかなり期待できるのかなといったところが、うん、あのこの試合の気づきでした。ただまあゴールは記録できずなんですが、そうなんだよね、うん、シュート外しちゃったっていうネガティブ面がね、シュート外しちゃったというか打てなかったうん、あれがすげえネガティブに響いてんだよね。でも何、じゃあモッコの中では結構関根ファーストチョイス、うん、左は結構硬い、まあ、ディフェンス面も含めてだし、うん、この試合のその攻撃面の、うん、あのまあだから手数だよ今の裏レッツは結局手数、いやそういった意味、そうそうそう、いかにそう生徒よりも頻度、うんを体現してるのが関根かなと思った。頻度を増やすべきだと、うん、っていうことか、そうそうそう、でそれを体現してるのが関根、うん、まあでもね確かにその頻度を増やすべきだっていうのは俺もすげえ完全に同意するね、うん、やっぱり、ね、クオリティの高いプレーが1試合に1回あって1点取れるか0点かっていうような感じだから、うん、もうちょっと雑でもなんか頻度を増やした方がいいんじゃないかなっていうふうに思うところはある、うん、だから関根はそれを体現してたってことだね、そうそうそう、でもあれだね、まあここの中にねあの台本中取り上げてないけど奥義なんかも積極的にクロスを奥義あの入れて行ってたり、多分この試合7本ぐらいやったと思うんだけど、うん、あそんなに上げた、だからそうそう、だから結構その選手個々人に対しての、うん、そのプレーのそのこうなんだろうな、メッセージというか、うん、そういったところは浸透してできることを、うん、まあ、だから自分たちの、うん、となんつったらいいの、特徴を出すっていうところのプレーはできてたのかなと思う、うん、まあ、勝ち点がね1なのは納得いかないですけど、オギスタメンは結構意外だったけどね、あれはどう見る、うん、やっぱり酒井のコンディションを考慮して、うん、秋元をサブに置いときたかったのかな、でもポジティブなあれなんじゃないかな、でもあれだけクロスをポンあの7本上げたっていうのもあって、でやっぱりその、うん、まあキャベツも言ってたじゃんこの間、うん、その人に合わせるようなクロスじゃなくて、うん、その、う
質の高いクロス、うん、早く、まあだから強いて言うのはだからゴールキーパーとディフェンダーの間に早いクロスを入れる、うん、そこがまあできてたよね、うん、ね、うん、でも目立ってたと思う。でも後半最後はバテてたね、うん、あ、まあそうだね、もう、うん、まあサイドバックはしょうがないっちゃしょうがないのかなって思うけど、うん、やっぱり試合経験積んでもうちょっとペース配分とかもそうだね、学ぶべきところは逆サイドの人から、まうん、酒井宏樹から、ま、学んで、そうだね、うん、自分のやっぱり持ち場じゃないところではもうちょっと抜いたりとかした方がいい の,、うんね、いいのかなって、ちょっと最後のランニングを見てて苦しかった、本当に苦しかった、見ててもう辛いよなって思って、全力だからね、そう辛いよな、ね、今辛いよな、でも走れって思って応援してた最後、うん、ということでね、まあまあ期待が持てる、まあまあまあ相手がね、そのリーグで調子があんま良くなかったっていうのはまああったけど、各選手特徴がよく出てて面白かったなと思いました。でその中のよ、うん、リンセンよ、はい、リンセン、はい、いやついに本領発揮間近かなということで長い長い時間がかかりましたが、ついにリンセン選手の使い方、分かってきたかなといったところです、うん、であのね、途中出場でチームトップのシュート数5で内枠で2、うん、でビッグチャンスに多く絡む、もう残るで、まあ、最後のねシュートがね、なんていうかね、うん、枠にいかなかったね。でも動き出しはね、一級品だったね。ああ、素晴らしい、オフサイドにも引っかからない、うん、あれだけの動き出しができるのはリンセンだけ、うん、言い過ぎ、うん、だけどポゼッション対カウンターのような構図だったら特徴が存分に生きるなということを、まあ、証明したなと思います、ね、それは、ね、うちがカウンターってこと、うん、ポゼッション VS カウンター、あ、そうそう、うちがカウンター、うちがカウン、あ、そうそうそう、カウンターに持ち込むような流れだと生きると、スペースがもうちょっとあると生きるってことか。そうだね、うん、まあ、似たようなことを言ってたギアク・マキス選手っていうのもいたんだけど、だから彼が来ても同じことだったんだろうな、きっとな、はい、いややっぱりセンターフォワード、これ同時視聴でも言ったんだけど、うん、センターフォワード変えたところであんま変わんねえような気がするんだよな、うん、今のチームの立ち位置っていうかクオリティ、うんうん、やっぱり2列目の選手がどうにか変えていくしかないのかなと思うんだけど、うん、今シーズンこれだけ、まあ、メンバー固定とまでは言わないけど、うん、まあある程度決められたメンバーで戦ってて、うん、それでもやっぱ上がっていかないもんなのかなって、うん、ちょっとがっかりしてるんだけど、シーズン終盤に向けて、うん、リンセンはそこにちょっとこう一矢報いる可能性がありますか。いや、いい風吹いてんじゃないですか、オランダ方面から、うん、ただちょっとねシュートがね、うん、ダメだった、うん、残念なシュートだった。もうちょっとね、だからさ、でもオランダのリーグでさ、ゴール数とかが100くらいいってるんでしょ、うん、うんうん、なんかもうちょっと最後のクオリティの部分は高い選手なのかなっていうふうに思うんだけど、そうだね、うん、落ち着きがあればなと思うよね。ちょっと急いでるというか、なんていうかね、うん、もっと使っていくしかねえのかな。そうね、いやでもこれはいい流れなんじゃないかなと思うし、なんかいかんせんカンテ選手が意外になんつうんだろうな、 1.5 列目的なね、うん、プレー、うん、でポストプレーもできるし、だからそういった場合で言うと、まあリンセンも生かせるのかなと思うから、これは期待かなと思います。2人を併用、そうそう、リーセンワントップってないのかな。それそうだよね、うん、ないか、感じだと、うん、あ、うん、でこれが正しい使い方だったっていうことで、びっくりしたけどね、うん、最後リンセンも入れたしコオロギも入れたもんね。あね、もうすごいよね、なんかフォーメーションどうなってんのか全く分かんないけど、うん、手返し巻いてたねもうとりあえず攻めろって感じになってたから、うん、まあやっぱりファンサポーターが感じるのと同じ気持ちで勝ち点3を狙いに行ったんだろうなとは思うんだけどね。そうね、そう、まあ、ただね、ものになりませんでした、残念です、はい、それもこれもごめんなさい、やっぱり触れます、主審 VAR 独ぞということで、
物議をかますジャッジでした。はい、てかまあね、この試合ね、うん、浦和レッズ自陣中央から岩尾のねビューティフルなロングフィード受け出したリンセン、ゴールキーパーと1対1ね、これはもうもらったと私は思いましたよ、うん、うん、ただねラグビータックルですねあれはね、相手ディフェンダーに背後から寄せられまあこれね記事からちょっと引用したんで記事寄せられってなってるんですけど、うん、まあそのユニフォームを掴んで後ろから抱きつきに行って、うん、バランスを崩して完璧な体勢でシュート打てなかったけども、ボールが前にあったから相手を引きずりながら、うん、足を必死に伸ばしてシュートを打った、これが正しい表現です、うん、 そうだね、そのプレーがなぜ VAR じゃないんですか、うん、引きずり倒そうとしてたよね相手はね、だからこう 両手で掴んで引きずり倒そうとしているシーンだったけど、うん、主審が見切れなかったのはまだ良しとして、うん、VAR がなぜ何も介入しなかったのかっていうのは、まあだからそこがなんか、まあね、通信がね聞こえないからなんだけど、まあ自分は見ていたからそんな、なんつったらいいの、その映像を見るまでもないっていうことだったんだと思うんだよね。更新は必ずされてると思うんだけど、さすがにあれあのシーンされてるよね。そうだから、まあ主審のね清水さんの判断だったんだと思うんだけど、そういうもんなの。でも VAR が、うん、これは大きな間違いが起こってる可能性がありますよって言ったら、主審の意見とか尊重されずそのまま VAR オンフィールドレビューになるんじゃないの。だからそこだ、まあ、どっちもダメだったってことか。じゃあ VAR ルームも、俺はそうだと思ってた。もうちょっと強いコーションを出さなきゃいけなかったと。うん、だから主審の意見を尊重するっていうのに強く引っ張られて、うん、ビビったんじゃないの。でもこれもうどうなんだろうね。もう後で映像見てやっちまったと思ってると思うけどね。うん、シュートは打ったよ確かに。うん、でもあれはねリンセンの馬力がすごかっただけで、うん、うん、あそこでね手を上げておい引っ張られてるよって言ってるフォワードフォワードじゃないよ、だって、うん、おね、おおおお言うね、うん、すごいなんか、うん、J リーグも変わったな。やっぱあそこでプレーしないとダメだと、ボールに最後までボールにプレーするべきだと。そう、それがそれ体現してくれよリンセンが、うん、体現した結果シュート打ったからファールもらえません。うん、シュート打ったから打てなかったらよかった。ふざけんなクソ審判、やめなさい。いや一回ぐらい言わせてよ。だってその前の関根のやつも大概だったよな。いや、まあ、正直前半の。でもなんかあれはその同時視聴生配信中に教えてもらったけど、うん、なんかやっぱりあれがイエロー相当なのかレッド相当なのかっていうので、うん、VAR が介入できるか、うん、できないかが変わってくるっていう、うん、あれを明らかにレッドカードでしょっていうプレーであれば、うん、VAR が、うん、またオンフィールドレビューとか指示出してやるんだろうけど、うん、イエローの場合はそれができないみたいなことを言ってたね。教えてもらったよ。そう、関根もタフすぎるんよあれも。なんだろう、裏はタフ、いつの間にかすげえタフになってる。戦える集団です、うん、もう関根もあれもだってねえ、すごい、もうだってチーターのようだったよあれは、うん、タックル食らった後にスッと立ち上がって、そうボール方向に滑り込みながらシュート打って、あの明後日の方向に飛んでったんだけど。うん、びっくりしたもんな。でもそれルールとか全く分かんないし、うん、まずファールはファールだろうなと思ってたから、うん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 、それでさ配信してるからさ音聞けないじゃん、うん、そうね、うん、はゴールキックって思って。リアクション残ってるから見てほしいけど、俺のはって、うん、でしかもリンセの時なんか俺拍手したからね、よっしゃ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 とか言って超喜んでんの。来た来た、これは間違いねえわとか言って、うん、言ってんのにそのまんま
みたいな。いやー、あれ抗議とかでイエロー出したらそのイエローも消えなかったんだろうな、きっとな。うん、よかったね、余計なもんまでもらわなくて。まあ、うん、すげえ言ってたけど、試合終わった後とか、ちょっと集中切れたかもしれないけど、うん、結構さ、ね、みんな審判に態度悪かったよね。そうね。いやでもやっぱそのさ、その後のプレーにも影響するからさ、ああいうのって、うん、やっぱちょっとね、リンセン焦り見えたもん。だってそこが影響して他のシュートが ね枠に行かなかったんだな。だから全てあのプレーの線、うん、っていうことで。ただね、判定は理由にし できないし、あれだけチャンス食ったから、まあそれを一本でも決められれば勝ててたわけだから、なんともだけど、でもどうかと思うなっていう、それだけ言わせて、うん、ごめん本当に。いや、これで終わりにするから。いや、うん、俺もじゃあ最後に なんか、うん、いや本当に PK で勝って嬉しいのかとかっていうね、うん、そういうツイートとかも目にしたけど、うん、勝って嬉しいっす、うん、で、うん、あのサッカーはやっぱり1点を争うゲームなんで、うん、あの、うん、PK 入ってるか入ってないかで、いや、うん、その1対0で勝てば勝ち点3で、それが全てなんですよ、うんうん、だから最後に言うけど、クソ審判、うん、やめなさい以上。さっき1回言わせてくれって言ったよ、あなた2回言ってごめんそっかそっか、1回やめなさい。と、はい、いうことでね、あのキャベツさんには抗議でイエローカードが出ました。で、続いてね、スタミナコメントのに行こうと思いますが、はい、次節はね、FC、チャンピオンズリーグ、グループリーグ第1戦、武漢との一戦を、控えます。20日ですね。で、24日にアウェーでガンバ大阪さんと、まあ、3回目ですね、今月の対戦になるので、うん、まあ、ここはね、確実にものしていきましょうということで、もうね、忘れましょう、判定の話は。はい。ACL、うん、も、あの、うん、武漢戦も同時視聴生配信、やっていこうと、うん、やっていこうと思うので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。で、続いてよ。はい、スタミナコメントのコーナーです。裏ゆかりの自慢の品エピソード教えてということで募集をかけさせていただきました。皆様コメントありがとうございます。はい、でまずね、どこでもドアさんです。はい、はい、自慢の品とは違うかもしれませんが、浦和の街が大好きです。自然も残っています。個人的に住みやすい街ナンバーワンです。話題に出てた白露峰はあまりメジャーではないですが、実に白露峰という名前の浦和出身の力士が、誕生し、将来白露峰がバカらしく売れることを密かに期待していますということで、うん、これね、座布団10枚あげちゃいましょう。横綱白露峰は強いでしょ。白露峰モンゴル系だねこれ、うん、浦和出身栄高校、うんうん、そうだね。大体あの栄っていう字が入っちゃうんだけどね、栄高校出身だとね、うん、あ、そうだね、うん、大栄翔とかね。そうまあでも浦和だから、まあじゃあな、ね、みんな栄えるっていう字入っちゃってるから白露峰にするかっつって、うん、まあね、ちょっと権利の問題とかあるでしょうけど、いやー強そうだな白露峰。横綱なんかすごくめでてえじゃん、なんか字面が。でもそんなにメジャーじゃない白露峰って。いや、カモメの卵とかそっち系じゃない、あの手のお菓子で言うと。あ、そっか。でも白露峰はそれらのものよりしつこくないんだな。味がね、味の話だけど、うん、あの私のね、姉はね好きなんですけど、僕はあんま好きじゃない。あ、そう、はい、じゃあ応援できないじゃん。あんまりやっぱ、うん、いや食べるよ、食べるんだけど、あの一つ食べて満足しちゃう。なんかもうもごもごなしちゃない白露峰。まあね、ちょっとパサパサするっていうのはね。でも、うんうん、でも浦和の町が大好きです。浦和の人って結構浦和帰ってくるよね。なんか、いや俺もう帰りたい。あ、そう浦和に住みたい。浦和に住みたいよ、もう。浦和の人ってなんやかんや、じゃ大学出てちょっと社会人やってとかってなって、うん、浦和に帰ってくる人結構いるなって。住みやすいもんね、道は狭いけどさ。でなんか女の子とかも帰ってきてて、うん、その旦那と一緒に実家の近くに住んでますみたいな、うん、浦和に住んでますみたいな、うん、そういう子が多いね、俺の中学校とかの友達だと。いや、ただ浦和はもう本当に、うん、みんなそう、みんな生まれた町そういうのかもしんないけど。
そう、でもやっぱ、でもなんだかんだでさ、その社会人とかになって、うん、この今ね、私の住んでる町、うん、僕の方が正直言うと多分長くなってきてしまうんだよ、そろそろ。そう、そんなに。うん。うん、そう、ほら、間いなかったから、私、川崎にいたり大分にいたりね。うん。まあ、なるほどね。トータルで考えるとね。そう。でもね、この町もいいんだけどね。ちょっとね。ちょっとね、違う赤のね、色調が結構あるのよ。あ、そうなの、うん、そう、ちょっとあの、浦和の試合帰って、電車結構長く乗るんだけど、うん、帰りにラーメン屋寄ったら、うん、あの鹿のサポーターの方に会って、ああ、浦和戦の帰りね。それ一つ言わせてよ、うん、マジで。フットサルやってた時にさ、うん、浦和じゃなくて、まあ、北与野なったんだけど、フットサル やっててさ、浦和周辺でやっててさ、うん、鹿島のユニフォーム着てフットサルやってるやつ2人いたんだぜ。許せねえよ。そんなに、そんなに、いや、許せなくねえ。いや、でもまあ、譲れない何かがあるんでしょう、きっと。で、それに比べて、レッツのユニフォーム着てやってる人、うん、俺しかいねえんだよ。しかもあなた緑でしょ、そう大体が。にしかも。いや、大問題よ。いや、だね。でもいい人だったよ。俺がラーメン屋で鉢合わせた鹿のサポーターの方は。会釈したら会釈返してくれたもん。いや、人は悪くないかもしれないけど、いや、やっぱりもっとホームにしないとダメだよ。これ J リーグ問題点。あ、まあね。そう。うん、でもだってそう、俺アメリカ行くとき、行ったとき、ほんとそんな感じだよ。うん、もうなんかアウェーの人とかアメフト見に行って、うん、そのアウェーの人がこうポツンって座ってて、うん、でなんかワシントン DC のから来てますみたいな人とか座ってると、うん、じゃ罵声じゃないけど、うん、ちょっとこう、うん、浴びせられてるレベル、なんでお前はここにいるんだいみたいなとか。いや、でもなんかその応援でその、うん、チャンピオンになった年があったのよ。でそれでバーに行って、バーで応援しようって嫁と一緒に行ったんだけど、ユニフォームとか着てなかったの。そしたら、まあ、酔っ払って絡んできてるだけだけど、 Where is your green? って言われて、だ緑のチームなんだけど、 Where is your green? って言われて、緑のものをつけてこいって怒られた。でもそれくらいもっと熱くなきゃいけなくない？レッツでフットサルやんなら全部赤、これだ。いや、あのね、浦和でやってるフットサルがみんな赤ユニフォーム着たら結局ビブス着なきゃいけないよ。しかもそのビブ、そのビブスちょっとちっちゃいんだよ、俺にも。いや、まあ、まあね、あの、楽しかったということで、あのね、あの、よかったです。と、はい、いうことでね、あの、ありがとうございます。ここで元田さん、あの、白露鵬に座布団10枚プレゼントいたします。はい、白露鵬。はい、はい、続いてはマイコエイジさん、アツキ選手ついにバレちゃいましたね、トルコ戦のスーパーミドル本当素晴らしかった、橋岡選手も良かったし、遠藤選手はさすがキャプテンという感じで頼もしかったです、引き続き、活躍する姿が見られるといいなということでね、もう浦和でね、うん、日本代表は浦和だね、うん、浦和から順調に、いや、まあ、アツキはまだ旅立ってないけどね、うん、そう、選手を輩出してるんじゃないんですか。うん、なんかね、橋岡選手がね、あれだけあの継続的に呼ばれるとは、継続的にっていうか、まだこれから先呼ばれれば継続的になるんだけど、うんうん、ちゃんとなんか森保さんの期待値も結構ある程度あるんだなっていうのと、まあ技術はやっぱ上がったよね、うん、橋岡選手に関して言うと。あ、そうそう。うん、うん、キックの質が良くなった。うーん、まあ、一番の変化はね、今日は、うん、昨日かワンゴール決めてたけどね。あ、そうだね、うん。伊藤亮太郎選手もだよね。決めてた。で、ザイオン結構いい活躍したっぽいんだよね。ああ、もう裏はだらけ、裏はだらけ。うん。裏はだらけじゃん。うん。うん、ちょっと伊藤亮太郎選手に関しては、もう黙れって言われるかもしれないけど。間違いねえ。間違いねえ、うん。そこで使うなっていうふうに言われそうな気は多少あるね。うん、そうね、うん。いや、でもね、本当に素晴らしかったし、あのシュートは素晴らしかった。いや、すごかったよ、うん、あの左足の腰の回転。そう、でもね、めちゃめちゃ誇らしかったよね。誇らしかった。これだから、うん、伊藤敦樹はこれだからって思った。わかる、
なんかあれでね、ちょっと変なプレーとかミスとかをたくさんしてたらさ、うん、なんかどうせまた煽ってくんでしょみんな。そうだね、うん、それをさ、あのシュート一発でバーンってもう蹴散らしてくれてさ、うん、ほんと最高だったよ、うん、そう、やっぱね、育成の裏です。はい、いや、ちょっと待って、大丈夫、育成の裏です、ね、間違ってない間違ってないです、うん、いや遠藤選手は違うなと思って、うんと、まあ、橋岡選手はまあ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 っていう感じかな。まあでもほらね、橋岡選手に関して言うとセンターバックの可能性もあったわけじゃん、うん、うん、それをねウィングバックとしてね、うん、あ、育ててくれたあの大月組長ね、ありがとう、うんうんうん、ということで、はい、ということで世界に羽ばたいてますよ、はい。で、続いてキングストーンさん、お便りありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。15日土曜日、スコージャ監督退任の噂が出てますね、キャベさん、モッコさんどう評価しますかということでコメントありがとうございます。次の話題につなげます。はい、はい、ということでチャンネル登録高評価お願いいたします。お願いします。はい、ということで、いただいたね、お便り、待ち合い、ちょっと待ち合いということで、俺たちの待ち合い対談の噂ということで、不調ポーランドのせいというか、おかげというか、あまり喜ばしくないニュースが入ってきました。ちょっと待ち合いということで、もうポーランドさ、何してん？そんなに調子悪いの？調子悪いよ。できないんじゃないの？わかんない。3位ぐらいだね、今ね、確か。しかも、大して難しくない、グループで。あ、そう。でね、そう。で、そういったこともあって、ポーランドからマーチェイス・コージャ監督の就任の打診があったんですが、それを断ったと同国メディアがね16日付で報じましたと。で、ポーランド代表は、欧州選手権の予選で大苦戦してます。アルバニア戦に0対2で敗れ、2勝3敗のグループ4位に出なく4位になっちゃったね、はい、ということで、で現時点今の監督がポルトガル人のフェルナンド・サントス監督なんですけど、68歳ですって。で、解任して、急ピッチで後任人事を進めていると。で、その中で、会長から打診を丁重に拒否したということで、スコルジ監督、でスコルジ監督は ACL の開幕直前に日本のチームを離れることを望んでいないという指摘、一方で同メディアはスコルジ監督は来年1月に浦和との契約を延長しない可能性が高いとも、記したということで、でその後ね、ポーランド監督、代表チームの監督うんぬんみたいな話なんだけども、ポーランドの監督なんてどうでもいい。いや、なんでこんな、いやあれだよね、なんていうか余計なもんつけ足すんじゃねえと思った。スコルジャ監督は来年1月には浦和との契約を延長しない可能性が高い。いやー、これさ、いや、あの評価があると思う。まず監督としての評価があると思うんだよね。でそれに関して言うと、まあ、強化部の仕事っぷりに対して、うん、残している成績は合格点以上の成績なんじゃないですか。正直 ACL も取ってます。うん、うんうん、そうだね、うん、だって去年からの引き続きで新しい戦力といったら誰よ、カンテぐらいじゃん正直。まあ、いるよ、その中島選手とかいるんだけど、まあ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 じゃん、うんうん、でそれから考えるともう十分すぎるほどの結果を残してるんだけど、うん、でもこれ1年契約なんだね、こういう話が出てくるってこと。どうなの、2年で契約してよちゃんと。いや、いやってるのはさ、うんうん、すごいなって思って、うん、その、うん、やっぱヨーロッパからアジアに来るってすげえ勇気のいることじゃない、うんうん、はいはいはい、そうだね、そういう、うん、それがさ1年で終わっちゃったらさ、その先、うん、自分の仕事とかって考えるとさ、うん、アジアで1年でうまくいかなかったやつみたいなレッテルを貼られるリスクがあるわけじゃん、はいはいはい、うん、でヨーロッパ戻るっていうのでまたちょっとキャリアダウンになるじゃない。そうだね。いや、それを考えると1年契約で来るって言ったのって結構すげえなっていうか、もう自分の評価にその揺るがない自信が、うん、揺るぎのない自信があるのか、裏側で働くってことに、うん、そんだけ魅力を感じたのか何なのか分かんないんだけど、いや、よく単年契約でこれが事実だとすればね、うん、事実だとすれば
よく浦和でやってるなって思って。そうね、でもだから俺的にはそのまあその単年で契約している可能性ね、うん、に対してはまあその単年で契約するなんつうの凄みっていうのもあるんだけど、うん、でもクラブとしてはちょっとどんなにねその成績不振でその解任した時にそのやっぱロスが出ちゃうよその複数年契約すると、うん、だけど、うん、2年じゃねえの最低違うかな監督っていうもの自体が、うん、そう、うん、いやもう完全に出来上がったチームですってだったらわかるよ、うん、でもさちげえじゃん、うんうん、その辺もあれだよね結構変わってきてるかもしれないよねこのJリーグ始まって30年さ、もうね、監督っていうものをどういう風に扱っていくのか、うん、クラブが。まあそのちゃんとねあのフロントなりその強化部なりがさ、うん、あのちゃんとその浦和レッズっていうねことのクラブのチームのスタイルをね、うん、あのちゃんと確立していてあのそこの決まったスタイルの中から合う監督を、うん、その戦略にね、戦術っていうよりは、うん、そのゲーム中のね戦略に長けた監督を連れてくるっていうなら分かるのよ。でそれに多分おそらくスコーチ監督がマッチしてあるんだろうね。だと思う。でそのそれをその容易に見つけ出せるようなねあのシステムっつうかさそういうのがあんだったらいいけどこれいやマジで契約で延長できなかったらどうすんのっていうね、うん、っていうのとやっぱ嫌になっちゃったかなちょっと何がえいやそのやっぱ選手取ってくんねって、うん、もう嫌ってなっちゃったもし相談どうだったしたら浦和のことが嫌いになっちゃったフォワード取ってって言ったじゃんって言ってるのかもしれないしまあなくはないどうなんだろうねスコルジャ監督の立場に立って考えると浦和で仕事をするっていうことはやりがいのある仕事だとは思うけどねそうだねだしまあねまあその上目指せるからさでまだこれは決まった話じゃないし可能性が高いってレベルだからあのまだね何も分からないから、うん、でもそんなことわざわざ付け足すなよって思ったけど全然ポーランドのだって監督人事と関係ねえじゃないよそれかあれかその数ヶ月つないで1月からってこといやてかレッツの監督の給料とポーランド代表の監督の給料ってどのぐらいどうなんだろうね。いやどうなんだろうね。代表監督の給料ってどうなんだろうね。あのでも実労働時間が全然短いでしょう。代表監督の方が、うん、まあ試合見なきゃいけないとかはあると思うけど、うんうん、それなりの難しさはあるけどだいぶ違うよね。うん、だそこら辺をよく知ってるのは森保さんなんだろうけどね。うん、割に合うのか合わないのか。ましてやね、その。国籍が同じだとなお逆にやりづらさとかあるだろうし、うんうんうん、気になるね、うん、まあ俺だったらクラブやりたいな代表いやまあねあやっぱしっかり作れるからね自分のあれはね、うん、どうしてもないものねだりになっちゃうしねいやそりゃねハーランドやレバンドフスキーがさあの日本にいればさ、うん、それあれだろうけど、うん、いねえかなうん、うんあの綾瀬上田だってなんとかしなきゃいけませんから、うん、そこは、うん、監督も難しいっすよ本当、うんうん、ということでマチェ、はい、聞いて残ろうなのかな分かんないんだよなシーズン終わるまで分からないなこのが、うん、不満はないんだよな正直そうだねないねいや、うん、面白い面白くないで言うとまあつまんない、うん、面白くはないんだけどでも勝てる勝てない最大限の結果を残してる残してない新しい戦力を使ってる使ってないっていう、まあ、何段階で評価するとまあ素晴らしいんじゃないでしょうかって思っちゃうけどねうん、うん、なんか今の、ね、メンバーでよくやってるとは思うよ、うん、そうだねうん
ということで、マチェイさん、お願いします。お願いします。続いてよ。うん、で、これまあね、2つ関係してるから、あの2つ連続で言っちゃうんだけど、うん、クラブ拡大のチャンスっていうことで、こちらですね、日本プロサッカーリーグは競技成績や人気、経営力で優れた上位10クラブ程度を新規株式公開の候補として、財務性、情報面で重点的に支援していくと、上場による資金調達の選択肢拡大などを通じて、クラブやリーグ全体の成長につなげる狙いということで、そういう話が出てきていて、で、ホリエモンがね、それに対してっていうか、それとはまあ時をなしくして、クラブのその成長、っていうものに対して、ビッグネームの獲得による、クラブ価値の、向上、うん、でそのために、株式、上場して資金調達っていうようなあのスキームをね、ぶち開けたんだけど、あのチャンスですけどどうでしょうっていうことで、まずね、この株式公開の件に関してなんですけど、うん、これね、資金調達が有力選手の獲得やインフラ整備などクラブの競技力強化に資する上、上場による認知度の向上や経営管理体制の整備も期待できると。で、一部の、ね、海外投資家が出資に興味を示しているんですけど、これに対して、投資リターンを上場という形で提供するといったものになります。で、海外ではね、マンチェスターユナイテッドが、ニューヨーク証券取引所に上場しているなど、公開しているクラブを10を数えていると。で、クラブは上場することで、資金調達、知名度向上、経営管理体制の強化が可能になるということで、現在、マンチェスターユナイテッドは、時価総額4700億円といったところで、ビッグマネーですね。で、今 J リーグでは、ですね、こちら2チームが、上場を、検討しているそうです。で、今ね10クラブ支援しますって言っているのに対して今2位なんだけど、果たして浦和レッズはどうなっていくでしょうかといったところでございやす。はい、難しいです。ということでね、ただやっぱこうやって株式公開して、ね、その上場して公開するってことは、海外からねお金入ってくるし、はい、その海外からの声もね入ってきてしまうから、はい、金を出して口を出さずを多分求めるんだと思うんだけど、そうは簡単にはいかないとは思う、正直ね、それをやったら、うんうん、そこに、我慢できるんですかっていう話と、に手を挙げている2クラブがどこなのかっていうのはすごい気になるよね、正直。どうこうだろうね。J リーグが支援するっていうのはどういうこと？そうそう、だから上場に対して、うん、なんだろうね、その、なんていうんだろうな、旗振り役っていうか、だからそのいろんなね、手はずを整えてくれるっていうことだと思うけど、具体的な話はできないよ、そんな、うん、ただでもやっぱりコンサルとかってすげえ金かかるから、正直、うん、だそういった意味で言うと支援してくれるっていうのはかなり大きいと思うけど、ただね、そういったものをすでに長けてる方がね、オーナーのクラブもありますから、正直言うと、うん、なんていうか、うん、そうね、神戸さんとかもそうですし、はいはい、そういうことで。うん。いい面で言うと、お金が入ってくる。うん、悪い面で言うと、融通が効かなくなるってことね。うん。そうそうそう。で、プロからすると、現状対象となる10クラブ程度の全てが上場にふさわしい基準に達してるわけではないという意識だそうです。上場に達してないっていうのはどう、何が達してないんだろうね。いや、だから経営の管理とか、そういったもの、経営状況とか、そういったものを上場するに値してないというふうには判断になっている。うん、レッツは大丈夫そうだよね、それ。大丈夫そうだけど、果たして手を挙げるかっていうのは分からないよね。うん、だけど、うん、嬉しい、あげたら。いや、そこはどうだろうね。いや、でもだから、このホリエモンが言ってるようなこと、うん、
っていうのが、その要するにその公開した株式で資金を集めて、うん、それでクリロナを買ってこいというのがホリエモンの主張なんだけど、うん、ちょっとそういう使い方になるんだと思うんだよね、うん、だからそれが果たしていいのかっていうのは微妙かな、正直。だってそれってクラブの戦術とかさ、うん、その戦略っていうものと少し離れてるっていうか、まあそれがね、奇跡的にマッチすることもあるのかもしれないけど、うん、まずビッグネーム、うん、だからそのメッシ取りました、クリロナ取りましたみたいな、うん、そういうことだから、それに対していいか悪いかで言うと、あんまりその楽しくはないね、見てる側として。いや、そう、いや、好成績残せればいいけど、そんなにマッチするのかね、どういうモチベーションで来てくれるかっていう話、うん、金だけでそんなに。まあでもネイマールは頑張ってたな、サウジでプレッシャーが甘いからなのか、うん、どうちゃんとモチベーション次第かな、うん、でもそこは一流プレイヤーはやっぱり、うん、そのモチベーションが落ちることはないんじゃないかなとは思うけどね、モチベーションの 面では。まあただマッチするのかどうかっていうのは確かにやってみないとわからない、うん、だけど、まあ、これどっち、うん、白くつけるもんじゃないのかもしれないけど、うん、まあだから経営としての J リーグを考えるのか、うん、そうだね、技術としての J リーグを考えるのかっていうところでしょう、うん、そうそうそう。でホリエモンが言ってるのは、うん、その結局そのビッグネームを獲得することでワールドツアーなんかもできて、うん、さらにお金が集まるでしょっていう話だし、うん、まああれだよね、ユニフォームも売れるよねきっとね、うん、だからそういったところであの言ってるんだけど、いや、今もちゃんとプレミアリーグを超えられると思ってるのかな、J リーグが。なんか、いやほら、昔さ、アドバイザーだったじゃん。今もそうなのか分かんない。2年契約だったはずだから、あれ。2015年ぐらいかな。うん、でも2018年ぐらいの記事でまだアドバイザーってなったから、もう2回は更新してんだろうな。その後更新したかが分かんないんだけど。この動画かどうか分かんないけど。うん、なんか3個か4個ぐらいに分かれてるやつ だったんだよね、うん、俺が見たやつは、うんうん、でその中で言ってたのは、ホリエモンは逮捕歴があるから、うん、理事とかに入れないって言ってたよ。あ、はい、だからなんかその岡ちゃんから、はいはい、入ってくれないのみたいなこと言われてたんだけど、あー経営ね、うん、だけど、うん、いやうち俺ダメなんですよっていうふうに言っててだけど俺はホリエモン寄りかな、どっちかというと、うん、そっちが大きくなっていって、うん、その中短期的に見たらリーグレベルは下がったとしても、うん、やっぱ長期的に見るとプラスになるだろうなって思うから、もし株式上場するってなったらするべきかなって思う、うん、で俺はこれがさ、うん、結構 にわかサポーターだから、うん、別にそれで浦和レッズの試合の前にコンサートをやりますとかって言われても別に嫌いにはならないし、うん、なんか全部キャッシュレスになりますって言われても、そう、はい、はい、そうですかって感じだし、なんか、うん、変なとこにスポンサーの看板が立ってても別に嫌な思いはしないから、うん、うん、まあ何が嫌なことが起こるのか分かんないけど、うん、株式、他に株主が増えて、はい、うん、そうね、だからそのあれだよね、方法つうかさ、でホリエモンが言ってんのはさ、クリロナメッシレベルの話なんだよね、そのワールドツアーしてさらに金が稼げるって、まあ、だから波じゃないんだよね波の資金調達じゃない。そうだね、そうだね、ただ、ね、そこに対しては、うん、なんかそのアジアの他の国のモチベーションは結構高いから、うん、あの結構いけるんじゃないかっていうのがホリエモンの主張なんだけど、
まあ、いけないんじゃないって考えてる時点でダメなんだろうな。やる、あの人はやるっていう、はい、人間だから多分。まあでも、堀江もね、チーム持ってんじゃんね、東京にね。あ、そうなの？確か。うん。東京 2020FC みたいな、そんな感じのクラブ名だった気がするけど。なんか、野球の独立リーグの方ばっかりいつも話してるから。そっちばっかりなのかなと思ったけど。でもあれだね、堀江さんってスポーツ好きなんだね。何はともあれ。だってバスケのなんかあれもやってなかった、確か。どこ福岡がどっかのチームの。福岡、地元の方だっけ？多分九州だよね、この人。うん、そうだね。うん。そうだね。なんかあれだよね。なんか親と東京に来てみたいな話が、なんか堀江の方にね、確かあったと思うけど。なんか忘れちゃった。うん、まあまあね、頭がいいからね、堀江さんね、何せ。行動力もあるしね。そうね。その両方が備わってる人ってなかなかいないよね。そう。まあちょっとね、ね、馴染まないけどね、堀江さん。J リーグに。うん。あ、J リーグにっていうか、その日本に。じゃあ、日本になのかな。すっきりしてるからね。うん。しかも、ある意味主張を曲げないから。てかみんなそっか、あそこら辺の人たちは。自分の主張は曲げないね。そんな日本に馴染んでないかな、なんか。いやー、言うこと言うこと、反論の方が多いんじゃない、みんな。だから極論言うからでしょ、あの人。そうね。うん。すごく。まあでもね、やってるからね、何せ。うん。口だけじゃないんだよね。やって、まあ失敗もしてるんだけど、うん、大きく違うよね、それってね。うん。ということでね、だから、次、だからハーランド？ハーランド？誰取ってくれるんだろうな。そうすると。なんか引退するときに、このクラブでっていう感じで言ってたよね。うん、そうだね。そういう選手が一番いいかもっていう話をしてたよね。あ、今いるかな。今の世界のサッカーを知らなさすぎるのかもしれないけど、なんかあんまスターっていうスターはなかなか登場してないよね、ネイマール以降。うん。そうね。ハーランド。まあそうね。ハーランドは素晴らしいんだけどさ。うん、ハーランドってお客さんが呼べるかっつうと呼べなさそうで、そう失礼なんだけど、いやいやいや、いや呼べるけどなんかこうなんだろうな、イブラヒモビッチみたいな、そんな感じ、なんていうか、あ、どちらかというと、うん、なんかカレーではないじゃん。いやカレーなんだけど、うん、うん、強さが足りないってことね。キャラクターの強さが足らないってこと。キャラクター強いね。強いんだけど分かる人に分かるみたいな。なんだ、男に刺さる男みたいな。そんな感じ？どちらかというとハランド。うん。まあ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 、まあ分からんよ。どうなるかは、今後。でもまあ、それのプチバージョンとして、ヨーロッパに旅立っていた日本代表が、J リーグに帰ってきてくれるかどうかも結構、あ、まあね、そうだね、うん、大事かも、うん、その集客、そういう意味で言うと柴崎戻ってきたけど、あれ戻ってきたの、え、マジで言ってんの。いや、鹿島にもう戻ってます。え、鹿島、はい、鹿島ですよ。あ、そう、知らなかった、うん、あ、本当。いや、もう意図的にあなたシャットアウトしてない？してない。鹿島界隈のニュースシャットアウトしてない？大丈夫？知らない。俺はもう町田に行くのだとばっかり思ってたから。俺戻ってきてますよ。あ、そうなんだ。うん。うん。細川選手も戻ってきてますしね。そりゃね。でも、もうちょっと、なんかがまだ全然だ。うん。まだ全然いけるな。いや、別の良さ出てるもんな。はい。といったところが、まあ、今週の話題でした。はい。はい、なんか、言い残したことありますか？いや、明日の
同時視聴生配信よろしくお願いしますっていうことですか、ね、明日なの、はい、公開してから明日です。あ、そっかそっかそっか、そうだ、ごめんなさい。はい、火曜日に公開してあるんで、うん、うん、はい、水曜日21時からで、いつだね、うん、もっこしも来れるといいけどね。そうだよ、もう、はいはいはい、15分前に始めようかなって思ってるんで、ほいほいほい、なりです。ちょっと、はいはい、どうなるか分かりませんが、私の方は、はい、はい、お願いします。ということでね、はい、はい、ということで、まあ若干歯切れが悪くなってしまいましたが、あのね、まあいつかね、ナックファイブで番組を落とうぜ、キャベツさん。僕ら。ナックファイブでね。ああ。アルシェの上で。もう、でも、もう、二人で話そうか。もう準備できてるもん、俺。準備できてる。マジで。じゃあ、あとは、あとは、コンサートインフォメーション。コンサート。え、違うこれ。それをやるの。ナックファイブ。ナックファイブって言えてるから。うん。待ってるよ、これ。いやー、ちょっと違うかな。ナックファイブだね。うん、ちげえ、わかんねえよ。はい、ということで皆様、次のね、また会う日まで。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。